ハイティアオチャンネルママです、今日はもう上半期だいぶ過ぎてますけども、あの上半期に買ってよかったキャンプギア7選紹介していきたいと思います。始まりました。コロナすぎてキャンプ行かれへんし、もう楽しみにしてたら港湾キャンプ場もキャンセルしたしと思って、ふとあ、キャンプギアいっぱい買ったから、で実際に使ってみて本当に良かったものを知ってもらいたかったんで紹介していきたいと思います。で、いっぱい買ったけど今回は7つに絞って紹介したいと思います。じゃあまず、もう何回も動画の中で紹介はしてるんですけど、私的にちょっとこれは省けなかった一つ、焚き火トングです。火バサミですね、言うたら。でベントラクス、いろんな商品ギアたち出してっていろいろ買ったんですけど、ちょっとこれは本当に一番おすすめしたいです。女性が女性でもこの使いやすい、なんやろ、バネついてるからかな、結構力いらずに薪とか火くべたりとかもう楽々できる焚き火トングやと思います。まあ焚き火トング買ったん自体初めてやねんけど、なんかいろんなイベントでいろいろ出されてんの見て、なんかかっこいいし、この絵とか持っててかっこいい、見た目かっこいいで使いやすい、これはいいと思います。ベントラクスさん、見た目と値段のバランスが最高の一品やと思います。まず一つ目、ベントラクスの火バサミでした。はい、じゃあ2個目、こちらチケットトゥーザムーンのハンモックです。ムーンストラップとハンモックのセットで買いました。これは自分のために買ったはずやけど、子供がすごい気に入ってしまって、ずっと乗ってるよね。ずっと乗ってますね。ずっと、あの小学校5年生と小1の子がずっと2人で揺られてるっていう。なんで私はもう早起きして朝ハンモックでゆっくりする。でもほんまハンモックの魅力ってやっぱり使ってみないと分からへんと思う。絶妙な揺れしますもんね。うん、そう。そんで何個か知らんけど、なんやろ、安心感というかすごい癒されるハンモックは。なのでこれはもう本当に買ってよかった。まあ私はあの100均で売ってた500円のハンモックとこれしか知らないんで何とも言えないですけど、まあでもこれは本当におすすめです。チケットトゥーザムーンのハンモックとストラップでした。2つ目、はい、エオクーラー。ソフトクーラーがずっと気になってて、いろいろクーラーバッグ探してたけど、しかも黒が欲しかったよね。黒で最強っすよね、黒。そう、黒を探してたら
エオクーラーが一番なんかかっこよかったし、ほんで何やろ形、このエオクーラーのさ形が可愛いな。サイド止めたら四角くなるね。森と僕の休日行った時、あのロゴスのあれ何、めっちゃ広いやつですよね。めっちゃ広い、あれ何名前あのめちゃくちゃ冷えるやつめちゃくちゃ冷えるやつ乗って、で氷が結構次の朝まで結構残ってたから、真夏にすげえなと思って。エオクーラー、これはもう最強です。氷とか持ってったら2日ぐらい持つんじゃないかなっていうぐらい保冷力がすごいです。ということで3つ目はエオクーラーでした。これはいいよ、皆さんよかったらエオクーラー買ってみてください。はい、4つ目はこちら、ラルファのコーヒーミルです。これはアウトドアパークでゲットした一つなんですけど、コンパクトでゴリゴリしやすい、この回しやすい、このゴリゴリ回しやすいあのカリタのコーヒーミル使ってたけど、ちょっと大きかって、でソロに行くようになってからもっとちっちゃいの欲しいなと思って、でたどり着いたのがラルファのこのコンパクトなコーヒーミル。これはコスパ最強なんで、もしコーヒーミル欲しいな、コンパクトな欲しいなって思ってる方はぜひこれ検討してみてください。ラルファのコーヒーミルでした。5つ目はこちら、ハイドラパックシーカーです。こちらも、行きつけのアウトドアショップコラセリートさんで見つけた一つなんですけど、いつも水をこんなタンクで持ち運びしてたやつ、なんか大きいしかさばるなって思ってて、でこれはこんなにコンパクトになって3リットル入る、お水3リットル入るやつです。ハイドラパックシーカー3リットル、まあ、2リットルもあって5リットルもあるけど、まあ、3リットルで十分じゃないかということで3リットルの買って、で別売りのこの、蛇口もうこれめっちゃいいんですよ。ここに普通につけれて、でこれはシャワー、こうやってシャワーが出てくるんですよね、ここで。で、川遊びとか海とか、まあ、子供が裸足で走り回ったりとかして足汚れた時にこれで洗えるし、まあ、手も洗ったり食器もまあ洗えるし、シャワーはいいと思う。よかったというかこれはいい機能やと思います。でこれ外したら普通のもう水道みたいにジャーって出るやつだから、普通に水汲んだりできる。これめっちゃいいですよ、頑丈やし、ここでかけれるし、ここでもかけれるし、はい、コンパクトに持ち運びができるハイドロパックシーカーです。
6個目は大好きなゴールゼロです。ゴールゼロ、ゴールゼロはもう大人気商品ですよね。で、まあ一つ買ったんですけど、懐中電灯にもなるし、ランタンとしても使える。まあ、このアクセサリーは、これまたフラテリートさんで見つけて、可愛いなと思ってつけてるやつです。首からかけれたり、いつでもこういろんなところにかけれたりするアクセサリーも買いました。で、この前こちらの MUK さん、こちらは尼崎の家具を作ってる会社の方と、フラテリー伊藤さんとの共同作品になっております。でムックデザインワークスっていう家具を作ったりしてる会社の人とちょっとこういうのを作ってみようってなって作ったゴールゼロのランタンシェードです。これこうやってねつけれる、めっちゃ可愛くないですか。つけた時にすごいほんまに電気やんっていう雰囲気がもう最高に可愛いです。で、黒と茶色ともっと薄い黄の素材でなんかいろんな形じゃないわ、模様というかこの木目が違うんでめっちゃ悩みました、色も。はじめ茶色にしようかなって思ったんやけど、この黒って珍しいなって黒にしました。尼崎のフラテリートさんしか売ってないゴールゼロのパーツになるので、ぜひ尼崎までお越しください。尼崎に来た時はぜひちょっと覗いてみてほしいなって思います。はい、じゃあ6個目はゴールゼロでした。ゴールゼロ大好き。じゃあ最後7つ目はこちらのテーブルです。気分によって濃い色とこの薄い色に変えれるからいいし、この木目がほんまに綺麗、可愛すぎるので、私ソロでも使いたいんですよねこれ。もう見た目がもうほんまに可愛い、もう一生使ってられそうな机です。これもね、ワイドと半分ぐらいのがあるんで、そう買おうかな。ちっちゃい方も買おうかなって思うぐらい可愛い一品です。このギアは本当に買ってよかった、最高のギアです。モンベルワイドテーブル7つ紹介終わりました。上半期というかなんというかいっぱいギア買いましたけど、この7個は本当にいいギアやと思いますので、ぜひ皆さん何か迷ってることがあったらこの中のものを
と検討してみてほしいなって思います。ハンモックなんか特にね、いろんな色があるから悩むと思うんですけど、まあ、その悩んでる時間もいい時間ですよね。私は好きですよということで、今回の動画はこれで終わりたいと思います。最後までご視聴ありがとうございます。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。はい、じゃあまた会いましょう。ファイティアママでした。バイバイ。Without falling apart.